電気イス、電気イス、電気イスは死刑の執行部の一つであり、死刑における執行形態の一つ。電気イスによる執行は、非執行者に高電圧を加え感電死に至らしめる。現在使用されている地域はアメリカ合衆国の数州のみである。歴史的にはアメリカ合衆国の植民地だったフィリピンでも1926年から1976年まで、 使用していた。電気椅子の多くは木製であり、椅子の足は床に固定されている。椅子には、被執行者を固定するために、頭部用、胸部用、胴部用、部用両手用、及び量、足首用に計7組の革、もしくはゴムの紐が取り付けられており、被執行者はこれで固定される。軽執行の際、被執行者に、ヘルメット状の一つ目の電極を後頭部に、二つ目の 電極を足首に取り付け、非執行者で閉回路を作る。少なくとも2回の交流による感電が非執行者に数分間にわたり加えられる。初期に2000ボルト前後の電圧が皮膚の初期抵抗を破壊するため引火され、非執行者は気を失う。その後、電流を8アンペア前後に減少するように電圧を高圧する。 被執行者の体温は摂氏60度前後まで上昇する可能性があり、一般に電流は内臓に深刻なダメージを与える。死刑執行がどのように行われるかにかかわらず、皮膚や頭髪の一部は電流により焼かれる。初期の電流は被執行者に多くの生体機能の制御を失わせる。筋肉の動きや排便、排尿などの機能を失うため、死刑中は。 おむつの着用を勧められる。執行後は医師による死亡確認が行われる。電気椅子による死刑執行を行う死刑執行人を州の電気技術者と呼んでいる。ニューヨーク州では保安官助手と兼任で行っていた。他の州でも公職にある人間が兼務で行っている。他の死刑執行法である公死刑、ガス室、薬殺、 銃殺には1000人の死刑執行人はいないため、電気椅子だけがアメリカ合衆国の歴史上唯一の死刑執行人を必要とする死刑の方法である。死刑執行の方法として電流を用いる概念は司会アルフレッド・サウスウィックが考案した。サウスウィックは1881年に泥酔した男性が電線に触れて即死する様子を目撃して、 電撃模型に用いることが可能と判断し、椅子型電気処刑装置を考案した。1885年にニューヨーク州知事に就任したデイビッド・ヒルと協力して、当時広がっていた公死刑の廃止論を背景に電による死刑執行を法定することに尽力した結果、ニューヨーク州は公死刑に代わるより人道的で新しい死刑執行方式を決定するための委員会を立ち上げ、 サウスウィックも委員を務め、同委員会は1885年から1889年の間、電気処刑を死刑の有効な位置形態にすることを推奨した。最初の実用的な電気椅子はハロルド・ P ・ブラウンにより発明された。ブラウンはトーマス・エジソンに関連し研究と電気椅子開発のために雇われて働き始め、ウェスティング・ハウス・エレクトリック社の交流を用いて、 設計した。エジソンとウェスティングハウスは、消費者らは犯罪者処刑と同士の電流の自宅使用を懸念すると危惧して、電流戦争一環として自身の電装系が選択されることを望んでおらず、一方で、エジソンが開発していた直流送電は、ウェスティングハウスの交流送電に比較して、送電距離が劣っていたことから、交流は直流より知識的と、 印象づけるために交流を用いる電気椅子をエジソンが企画した。直流送電を推進していたブラウンとエジソンは、交流電流は危険であり死刑執行に適する事実を示すため、交流電流と乾電子の関連を印象づけるネガティブキャンペーンとしてメディに向けて交流電流を用いた動物処刑を ニュージャージー州にあるエジソンのウェストオレンジ研究室で1888年から数字公開した。用いられた動物は野犬や野良猫が大半であったが、1903年に模様された調教師3人を殺害したメスゾートップシーの処刑イベントで関電による死、関電による死刑という用語を生み出し、交流による人間の死刑執行を意味する動詞。 ウェスティングハウスするを導入して、普及を試みた。この催しは彼らの意図した効果をもたらし、交流の電気椅子は委員会により採択されて、電気処刑を許可する初めての法律が1889年1月1日に施行された。1890年8月6日に、ニューヨーク州のオーバーン刑務所で、ウィリアム・ケムラーに初めて電気椅子による死刑が執行された。 一回目は17秒間通電したが死に至らず、二回目は1分以上通電されたが、発電機が電圧2000ボルトまで昇圧する間に、うめき声が聞かれ、肉が焼ける匂いが立ちこもり、囚人の頭部から煙が上がり、執行後に囚人の遺体から炎が上がったと陰酸な状況が多数報道されている。電気椅子による女性への死刑は、 1899年3月20日新進刑務所でマーサ・プイスが初めて執行された。電気一処刑は1897年にオハイオ州、1900年にマサチューセッツ州、1906年にニュージャージー州、1908年にバージニア州でそれぞれ採択されて、以降次第にアメリカ合衆国内で公衆に変わる。 死刑執行の一般的な方法になり、より安楽な方法として、薬物注射が1980年代中盤に広く普及するまで続いた。1900年頃、ある囚人の発案により、電気椅子の改良が行われた。従来は金属製の締め具で死刑囚を電気椅子に固定していたが、革製の帯による固定に切り替えられ、高速の効率と死刑囚の肉体が焼け焦げる。 問題が改善された。1972年のファーマン対ジョージア州判決で死刑そのものが中断仕掛けるがまもなく再開し、1979年5月25日にフロリダ州でジョン・スペン・ケリンクが1966年以来の電気椅子で死刑が取り行えれた。現在も多くの州が死刑州に電気死刑もしくは薬物注射の選択を許可しているが、 これまで電気死刑を選択した死刑州はアメリカ全土で5名である。2006年時点でほとんどの州で電気椅子が廃止されており、残ったのはアラバマ州、フロリダ州、ネブラスカ州、サウスカロライナ州、ケンタッキー州、テネシー州、バージニア州のみであった。アラバマ州、サウスカロライナ州、バージニア州では死刑執行の選択可能な一形態である。 ネブラスカ州では当時唯一の死刑、執行形態であったが2008年に死刑制度ごと廃止された。ケンタッキー州とテネシー州においても1998年に州法で電気処刑を廃止し薬物注射に移行している。フロリダ州でも薬物注射が規定であるが特に希望があれば死刑州が関電死を選ぶことができる。アメリカにおいて国会議員が 自らが考えるより人道的な死刑の執行方法を模索するにつれて、電気椅子の使用は衰退した。1980年代、複数の電気死刑失敗事例の新聞報道が助けとなり、薬物注射が最も普及した死刑執行方法となっている。フロリダ州において1999年7月8日に行われたアレンディ・デイビスの死刑執行において、 その囚人は執行時に胸部と鼻から流血した。この執行の様子がアメリカのメディアにより報じられ、電気椅スによる死刑執行が見直される機会となった。アメリカにおいて執行者が即死せず数回の電撃にさらされた数件の事例のために電気椅スは批判された。これらの事例を多くの人が残酷で異常な刑罰と見たことにより、 この監修の終焉を要請する声が高まった。そのため、2008年2月に最後まで法定刑として、デンキースを残していたネブラスカ州の最高裁判所が、デンキースによる死刑を異常な刑罰として、違憲判決を出したため、ついに終焉を迎えることになった。ただし、2015年5月、テネシー州がデンキースによる死刑執行を承認した。これは、 欧州の医薬品メーカーが死刑制度に反対し死刑執行につながる薬物の輸出を禁止したため薬殺刑が困難になったためである。また2018年11月1日には本人の希望により電気椅子で処刑された。アメリカ各州に設置されている電気椅子にはニックネームが付けられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。